サー・ヘンリー・パーシーは、イングランドの騎士。有猛化観察で知られ、ホットスパーの通称で呼ばれる。父は、初代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーで、母は、マーガレット・ネビル。重慶は、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビル。子に、第二代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーらがいる。父や子と、名前名字が同じであることから区別のために、 ヘンリー・ホットスパー・パーシーと表記されることもある。1364年5月20日に、アニック城もしくはノースヨークシャーのスポフォース城にて生まれる。若い頃から戦士としての評判が高く、1386年に、フランスのカレー防衛に派遣されたのをはじめ、ピカルディへ出撃、スコットランド及び、フランスでの戦いに従軍した。1388年、 スコットランドにおいて、オッターバーンの戦いで、ダグラス博ジェームズ・ダグラス率いるスコットランド軍と戦い彼を、撃ち取った者の自身は捕虜になる敗北を喫した。ほどなく釈放された後、1391年に、華麗に赴き、1393年から1395年まで、ボルドーの知事を務めた。フランスから戻ったホットスパーは、 リチャード2世に礼遇されたため、父と共に、ヘンリー・ボリングブルックに協力し1399年の、リチャード2世追放に尽力、ボリングブルックはヘンリー4世として即位した。1402年のホームドンの丘の戦いでは、父と共に、スコットランド軍を撃破、ダグラス博、アーチボルド・ダグラスを捕虜にした。しかしヘンリー4世の知性でも、パーシー家は礼遇され、 ダグラス博の引き渡し及びスコットランドからの身の代金をヘンリー4世が要求したことに不意外、ウェールズで反乱を起こしていたオワイン・グリンドゥールに捕らえられていた議定のサー・エドマンド・モーティマーの解放をヘンリー4世が拒否したことから1403年、父やおじのトマス・パーシーと共にダグラス博、グリンドゥールと結託し、エドマンド・モーティマーの同盟の追いに当たる。 マーチ博、エドマンド・モーティマーを擁立して、ヘンリー4世に反旗を翻す。しかしウェールズ反乱軍に合流する前にシュルーズベリーの戦いで敗し、ホットスパーはこの時機密性の高いプレートメールを着ており、空気を取り入れるためにバイザーを開けていたところ、口付近に矢が直撃し即死したとされる。ホットスパーの戦死後、その死体はヘンリー4世の元に運ばれた。 ヘンリー4世は泣き、死体を埋葬するように指示し、遺体はシュロップシャーのウィットチャーチに埋葬された。しかし後にホットスパーが生きているという噂が広まったため、ヘンリー4世は彼の遺体を掘り起こし、シュルーズベリーで槍の上に突き刺し晒した後、4つ先にして死体をイングランド各地に送った。頭はヨークの門で晒されたとされる。また、 王族のリチャード・オブ・コニスバラは、妻、エリザベスの名案モーティマーと結婚、後のヨーク校リチャードを設けた。ABC 松村、P572。ロイル、P61、P62。森、P187、P188。キング、P312、P321、P322。ロイル、P80、P95、P96。森。 P188P189、キング、P322、ロイル、P96P98。ありがとうございます。